シラ治オサムの事件簿は、大倉隆弘による日本の推理小説。1998年、大倉が、らやな夏きの筆名時代に、第20回小説推理新人賞を受賞した短編、ツールストールを含む短編作品集であり、2002年に同名の単行本として出版されたが、文庫化にあたり解題された。続編として、シラ治オサムの老狽。 シラとオサムの逃亡も出版されている。2012年には、シラとオサムの事件簿、シラとオサムの老狽を原作として、千葉雄大主演でテレビドラマ化された。2012年1月27日より、TBS、フライデードラマの夜枠でテレビドラマ化された。主演は、千葉雄大。小説、シラとオサムの事件簿とその続編である。 シラとオサムの狼狽を原作としている。ドラマの本放送に先駆けて、シラとオサムの事件簿、例を2012年1月20日24時30分25時5分の時間帯で放送。その中で番組宣伝と並行して、高校生、シラとオサム初めての事件簿エピソード例前編、後編が放送された。キャッチコピーは、謎は7割方、解けました。 犯人は、多分、あなたです。本作は、フライデードラマネオ枠の最終作品で、全放送枠、フライデーブレイクから1年3ヶ月間続いた、ドラマ枠は月曜シニアに、ドラマネオ枠移動及び放送時間を拡大する、形で廃枠となり、2012年4月から、放送開始された、クイズ。一眼からは再びバラエティ番組枠に戻る。第8話では、 千葉が出演した映画桜蘭高校ホスト部とのコラボレーションでホスト部メンバーが出演した主要人物ゲストありがとうございます。